本当はたくさんあるんで、実際今日今回だけはもう言い訳はなくて、村井先生はある意味私のメンターでもありますので、で皆さん、皆さん、やりましょう。おはようございます。まあ、昨日は休みだったにもかかわらず、なんか頑張ってくれた皆さんもたくさんいるようで、本当にご苦労様でございます。まあ、今月中にある程度の方向性を決めて、いよいよ来月決定をするということなので、時間がありませんが、士気を高めて頑張っていきましょう。まあ、その意味では今日の村井先生の話は皆さんとても元気が出るはずだし、自分たちがちゃんと何をやろうとしているのかということを整理する上では非常に私は素晴らしいと思います。まあ、村井先生はある意味私のメンターでもありますので、ぜひ、今日は皆さん私はこれから閣議、その後予算委員会ということなので出席はできませんが、後ほどビデオで見させていただこうというふうに思ってます。まあ、絶対譲れない原則等々は、まあ、これから我々最終的に固めていきますが、まあ、その中のほとんどはやっぱ村井先生がかねてより考えていたことです。まあ、そういう意味で、今日はもう直接聞いていただくのが、一番重要だと思いますので、村井先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ村井先生、新庄で早速ですけど、勉強会ということで開催させていただければと思います。資料いただいておりますが、村井先生の方で資料を共有いただくということでよろしいですか。はい、それでいいですか。はい、はい、お願いいたします。すみません、おはようございます、村井です。今タイトルご覧あっていただいているいくつか重点で、を含めたことをお話ししようかなと思ったんですけどね、まあ、朝からあんまり厳しいこと言ってもらってきて、妄想編っていう、タイトルにしましたんで、私がいろいろ妄想してて、あるいは実はこのワーキンググループの人たちともいろいろ話すチャンスがあって、まあ、大臣からは合宿しろって言われてるんで、まあ、そういう意味では合宿はちょっと無理でも短い間ですから、でもできるだけ話すようにしてますんで、そういうとこからいただいたご意見も含めて、まあ、こういうことを皆さん考えてて、それだけ言ったらできるかもねっていう妄想を含めて今日はお話したいと思います。よろしくお願いします。新庄さん、これ尺はどのくらい喋っていいですか。まあ、40分程度お話いただいて、その後フリーディスカッションということを考えております。あ、こんな40分も話す内容じゃないとは思いますけども、まあ、一応行きます。はい、よろしくお願いします。話題的にはですね、サイバーセキュリティ絡みを頭に持ってきてあります。ちょっとこれしっかりと中で議論したこともあまりないんですけれどもね、私はとてもサイバーセキュリティの有識者会議2014年からずっとやってまして、それで順調におかげさまで制度も強くなって、サイバーセキュリティが中心の、パラダイムで各省庁に対する、ある意味の責任っていうのを持てるようになってきた。それでやっぱりサイバーセキュリティも障害になってるのは、地方行政に対する、あれですから、コントロールができてるのかっていうところですから、まあ、そういう意味では非常にこの総知性があるというか、デジタル制度と総知性があるんですね。まあ、そういう意味でサイバーセキュリティについてちょっと考えてみましょうというのがあれです。それから今回うまく、うまくっていうか驚きっていうか、とても総理の所信表明でも、かなり具体的な日付と目標値をおっしゃっていただいたという意識を私持ってまして、このこと本当に大事だと思うんですね。それでそうでないとできない。だからこれをやろうっていうことを決めただけではやっぱできない。これが今までの IT 政策の課題だったと思いますので、まあ、そういう意味では締め切りと目標ということ、それから制度とか、まあ、妄想はたくさんあるんで、いっぱい今日妄想が入ってます。よろしくお願いします。まあ、デジタル DX っていうのはいろんなことがあって、私頭にあることの一部をここに書いていくと、やっぱり一番最初に
言いたいのは一人も置いてきぼりをしないっていうことだと思うんですね。それでやっぱりこれ、誰かができない人がいるからやるなやめようみたいなことがやっぱかなり過去20年間多かったんですね。それを、やらない。それから次、完全デジタル化に関してのもう行政サービスなんかを中心にですね、ちょっと今回だけはもう言い訳はなしで、つまり、皆さんというか携わる、我々も含めてですけれどもにとってはかなり厳しいことになるわけですけれども、完全デジタル化に言い訳はしないと、こういう考え方は同時で大事ではないかと思います。ただ私はずっとこのインターネット30年40年やってきましたけども、よく北風と太陽って言っていて、やるぞって言って、強引にやるとですね、誰もインターネットって使ってくれないんですよね。それで、それを北風と言っててですね、それでいいなこれ、こんないいことできるのか、おおって言っていくのを太陽っていう、この北風と太陽っていうのを私は自分の研究グループにも開発者にも伝えてきてたんですけど、効果を明らかにしてやるっていうことだと思います。それからみんなでやる、つまり全てのステークホルダーに取り組むっていうことはデジタル化絶対必要ですね、これからの社会。それで従ってこれをどうやってできるのかということを考えなきゃいけない。で、目標の記述はさっき言ってると、それから困ってる人は助けないとダメですね。で、これも今日の妄想に入ってますけども、一人も置いてきぼりにしないってことは、で完全デジタル化を進めるってことは困ってる人がいるってことなんですよ。それでこの困ってる人を一人も置いてきぼりにしないってことは助ける体制を作らなきゃいけないんですね。でこれをとにかくやると、そうするとそれから次の世代のたくましく、これ後で言いますけども、中学生高校生あるいは小学生中学生も小学生もだと思いますけどね、大学生、次の世代を担う、すぐ担うエースたちがいるわけですから、この人たちとデジタル化っていうことの関係をやっぱ結びつけていけばいいと思うんですよね。それでそれがその次の世代論で、避難所のインターネットアクセスは後で言います。それから大学の昔もこれも妄想シリーズで後で言います。